イングーシ人の女性衣装イングーシ人は、北カフカースの民族。ロシア連邦に属するイングーシ共和国を中心に居住しており、人口はおよそ15万人である。民族名のイングーシは彼らの居住地にあるアングシトという村の名前に由来する他称で、イングーシ語による自称はガルガイという。主にイスラム教を信仰しているイングーシ人は、東に住むチェチェン人と民族的に非常に近しい関係にあり、話す言語もチェチェン語と同じカフカス諸語のナフ諸語というグループに属する親縁言語であると考えられている。北東カフカスのテレクカワイ島に住んでいたチェチェン人とイングーシ人は17世紀以降にロシア帝国の侵攻を受け、イスラム指導者を中心にして激しく抵抗した。しかし、テレクカワカ藩のチェチェン人、イングーシ人居住地帯のすぐ近くに、ウラジカフカスが建設された18世紀の末頃から、ロシアの圧力に抗しきれなくなり、19世紀にウラジカフカスに近い現在の北オセチア共和国サキブから、イングーシ共和国にかけての地域の人々が、ロシアの支配下に入った。ロシア人は、こうして支配下に入った北東カフカス人をイングーシ人と呼び、なおも抵抗を続けるそれより、東の山岳民チェチェン人と区別した。言語的に言って、もともとイングーシ人とチェチェン人は未分化な一つの集団であったらしく、このようなロシア人による外からの枠の当てはめによって一つの民族であったチェチェン人とイングーシ人は二つの民族に分裂させられたのだと結論付ける人もいる。ありがとうございます。